今回のアンブレラは？わなこれ以上やめろ、殺すぞ。ファミリー助けてくれ。ファミリー、ま、ビンビンバナナ今、超大型新人いるからミッションちょっとひりつくぞ。誰？体験1日目なのに、体験1日目で銃持たされて大型ミッション来るから。そうそうそう。でもあれだって体験持ってんの、体験持ってんのキーモットだから、まあ何でもありだろう。体験1日目で誰さん？川中だっけ。川中、うん、ああ、うん、そういうこと。知り合いか、川中知り合いか。うんうん、全然知らない。知らないけど、なんか似てる名前の人いるよね、この町。川上か、上さんだっけ。なんか、まあ、兄弟、まあ、まあそんな川内っていう人もいたら似てるし、それは。うん、うん、でも上と中ってさ、関係性あるやんね。上中下、次ギガ出んじゃねえか。上真ん中下、上中ギガ川一族。それならもう二人揃ってる。ああ、マジ楽しいよ、ファミリーと一緒にやる。なるほど、いつでも助けるぜ。ファミリーを騙すな、脇を出ていけ。ファミリーじゃないの、うちら。え、てん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 、フルスピードで走るのが俺の夢だった。俺の夢じゃん、俺の人生な。あ、すいません、あのまだ4作品目までしか見てません。お前にわかやんけ。あのでも政宗にあのめちゃめちゃネタバレされました。別れの言葉はなしか。そこじゃないです、あのハンさんが死ぬ前にハンさんが復活するっていうネタバレ食らいました。やばすぎ。殺にビビって強盗ができるかよ。チャルニク、ああ俺はファミリーは裏切られ。ねおのお前、わだ。全然違うやん。わわお。いや、誰かいつ。それ以上やめろ、殺すぞ。俺がレティの仇を取る。お前の範囲は俺から車を取らなかったこと。やめて。別れの言葉はなしか。護衛来た、護衛来た、護衛来た。レティ助けてくれ、レティ。それでこそファミリーだ、脇を俺の名前見てくれ。ドミニカ・トゥルーツ。お前にわかすぎた。あの出血してる、やばい。トレットじゃねえんだ。ジャンコ、ジャンコ助けてくれ。2001、2001。オッケーオッケー、今どうしよう、助けて。3人来てる。やられてない、大丈夫。もうやばいかもしれない。ファミリー助けてくれ。オッケー、待ってろ。ファミリー、爆発した。ロキャトルスがやられた。レティ逃げろ。2001の山のとこ。レティ、俺の妹に手を出すな。なんだこいつは。俺の妹に手を出すんじゃねえ。あれはヘレは二台だの味方か。それはどうかな、俺はファミリーを売らねえ。うわっ、俺もやる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 ミニパ、ミニパ、さっきから俺の仲間に手を出すなと、ファミリーは裏名しか言わないんです。おい、別れの言葉はなしか。すまない、そこまで見てないんだ、まだ。今、4作品目ぐらいまで見て、これなんだ。あ、あの、最近ハマってるやつにしちゃってるじゃん。ああ、そうだ。これで川中さん、警察であんまり見たことないですね。最近入ったんですか。これ、体験、これ救急隊呼びましたっけ。体験、あ、ごめん、そう、体験。体験、まるで体験じゃないぐらい、なんかまるで体験じゃないだろう。そうなんだよ、うん、全くもって俺も木で言ったら年輪すごい数あるから。そうだ、ポケモンで言ったらレベル45ぐらい最初ゲットした時からその最初のジムかと思ったら、見た目ジムリーダーだもん。もしかしてまだ車両セットでバトってる、バトってるで、これ多分続いてる。ファミリーが暴れてるよ。ファミリーが奪還しに来ようとしてんじゃん、これ。高山さん、これから起きることを楽しめ。はい、うざいな。レディだよ。
違う、レティじゃねえから。モモミさんだからね。モモミだからね。レティ、助けてくれ。レティ、レティ、潜入捜査してたのか。レティ、潜入捜査じゃないの。どうしてこの人こんなに顔腫れてるんですか。蜂に刺されたんですか。顔がでかい。ポコポコに腫れ上がってるんです。あ、でも腫れてるんですか。直してもらえると思ってやって。助けてください。じゃあ顔が腫れて大変なんです。でかすぎて、でかすぎて。すごいよ。軟膏塗ってください。軟膏塗っておいたら、はい、徐々に収縮していくと思います。そうです。気をつけてくださいね。ありがとう、レティ。高級車強盗って、はい、いいえ、出ていません。まだ閉めてみてください。510万だな。怪しいな。持ってるよ。出てる。どちらかといえば出てるかな。出ちゃったね。おい、いいえ、ドミニカ、はみ出てるぞ。すいません。そして、塗膜剤。いや、それしてない。え、あ、味方が来るかどうかかけてましたもんね。なんかファンクに。そう。レティ、レティ来ただろ、さっきピンク色の。いや、俺の勝ちだ。かけは。お前はかけに負けてる。かけは俺の勝ちだ。この警察署に金庫があるらしいな。襲いに行くから。引っこ抜こうとすな。今ちょうど見てるんですよ、それを。だからちょっと警察署来るだけでちょっとテンション上がるんですよ。まずラジコン持ってくるんで。金庫に紐くくりつけて車で引き抜こうとする。はい。開けた瞬間タラナネーヤってなり始めるんで、それがダンザクルドクドゥーロだ。あ、そうなんですね、うん、あー、ダンザクドゥーロってあの何語かわかんないやつですよね。デレテテレラマナリバシントゥーラソーラ。あ、それの今半分ぐらいまで見てます。おお、はい。じゃあドミニカさん、いい一日を。最後に言い残したことありますか。別れの言葉はない。あ、クソレディー、レディア、何だっけ、ホワイトで、うん、どれ、誰、一般人 L、 お前、え、一般人 L、 今トイレって言ったらわかる。あ、ね、でもお前一応なんか誰かいるわ、ね、ビンビンバナナいらんて。妻だからホワイトで、トイレがあるホワイトデーでビンビンバナナやん。ホワイトデービンビンバナナやん。いいな、ビンビンバナナ、それはビンビンバナナやん。ママもはい、あげる。じゃあホワイトで、なぁね。ちょっとママ何もらったか教えて。うわ、はい。いや、だからうちやねん。それうちやねん。そのビンビンうちやねん。え、ママこれ、はい、ホワイトで。ありがとうね。何もらった。何もらった。バナナ。違うでしょ、ママ違うでしょ、バナナの前についてでしょ、ちゃんと名前。ビンビンバナナ。ビンビンバナナ。ビンビンバナナ。なんでちょっとネイティブになるの。ビンビンバナナ。なんでクエスチョンバナナ。なんで私こんな卑猥な食べ物持ってんだ。なんでこんな。カレンちゃんこっち来て、カレンちゃん。そり立つバナナって説明に書いたんだけど。てマジで。